してるの？偶然会えるなんて運命なのかな。やっぱり仲良しの人がいると引き寄せ合う的な。ちょっとストレア、誰のことよ。ん？もちろんクレハのことだよ。よく一緒にいるでしょ。そんなことないわよ。たまたまよ。あれ？そう？そうかな？どうなのかな？ねえねえ、実際のところ二人の関係ってどうなの？どうって別に普通よ。普通なの？恋人とかじゃなくて？え、違うに決まってるでしょ。ほら、あんたも何か言いなさい。あんたから見てもそうよね。特に何をしたってわけでもないけど、家が近所だったからよく顔を合わせてたし、学校のイベントとか町のお祭りとかでも近くにいることが多かったかな。そういう時は結構世話してあげたりしたわ。まあ子分の面倒を見るのも親分の務めってものよね。うんうん。ふん、何をしたってわけでもないのに思い出はたくさんあるんだ。いいなあ。私そういう積み重なった時間ってあんまりないんだよね。ちょっと羨ましいかも。そっか、ストレアは AI だもんね。生まれてまだ数年ってとこ？そうそう、もちろんその数年が何にもなかったってわけじゃないけどね。とりあえず私には思い出の積み増しが急務なの。というわけでちょっといいかな。私と二人で遠くに行こう。お姉さんとも遊んでよ。まあ、ストレアの思い出作りのためだもんね。ほら、行くならさっさと行きなさい。暗くなるまでには帰ってくるのよ。よーし、それじゃ出発。さて、どこ行こっか。と言っても私としては一緒に普通の日常を過ごしてみたいんだよね。何をしたってわけでもない思い出を増やしたいっていうか。例えば今からちょっとお茶してそれから狩りってところかな。いい？じゃあ行こっか。注文ボタンを押してグラスがガシャコンと。乾杯。美味しいかな、どうかな。私の舌は1ビットの違いも感じ取れちゃうよ。でも今日の味は参考にならないかも。今みたいなふわふわ気分でお茶したら美味しいに決まってるもんね。もう少し味わっていこうかな。でも早くフィールドで戦いたいし、困っちゃうな。私の好きなペースでいい？ありがとう。さあ、ここが今日の狩り場だね。
よし、やろうか。エネミーでもプレイヤーでもかかってこーい。よーし。ずいぶん買ったな。やっぱり強いね。UFG も便利だし、一緒に戦うとはかどるよ。そう？嬉しいな。やっぱりファイアパワーは正義だからね。あ、もうこんな時間。こんなに長く狩りをしたのは久しぶりかも。ちょっとはしゃぎすぎちゃったかな。本当に？それだったらよかったよ。今日はいろいろやったな。普段と違うことをしたわけじゃないけど、やっぱり特別な一日になったなって思う。日常もこういう時間が重なっていくなら悪くないな。付き合ってくれてありがとうね。すごく楽しかったよ。なんて。今日はまだまだあるんだし、帰る前にもうちょっと狩ろっか。戦闘準備？おお！遊んだ遊んだ。面白かったね。解散するのがもったいないくらいだよ。でもまあ、GGO にも明日も明後日もあるんだもんね。じゃ、またねー。どうしたの？で見ると君ってなかなか可愛い顔してるね。照れなくてもいいでしょう。ん？今度は難しい顔になっちゃってどうしたの？え？明日のクエストでどう攻略しようか計画を立ててる？ああ、そうだったね。あれは結構難しそうだから、いろいろ考えておいた方がいいよね。そういう時は私を頼ってよ。演算処理や効率的な手順の導き方はお手のものだよ。なんといっても AI の性能が売りの NPC だからね。え？人間っぽいから私が NPC だってことを忘れてた？それはそれで嬉しいかな。なんかこうしておしゃべりしてると時間がどんどん経っていくよね。やめ時が見つからないし、そろそろ寝よっか。じゃあおやすみ。はーい。ねえねえ、
なんか添い寝って何度してもドキドキするよね。あ、そんなおすまし顔したって私にはわかるんだからね。私は SAO 生まれのメンタルヘルスカウンセリングプログラム、略して MHCP。 プレイヤーの感情を理解することにかけては天才的なんだから。ん？あ、そっか。MHCP っていうのはプレイヤーたちの心の支え、癒しになって常に仲間としてそばに居続ける、そんな存在なの。あ、でも違うから。私がこうして君のそばにいるのは別にそういう風にプログラムされてるとか義務だからとかじゃないよ。私は心の底から君とこうして仲良くしたいって思ってるんだよ。どうしてだろうね。なんか一緒にいると安らぐっていうのかな。安らぐ？あれれ、もしかして私の方が癒されてる？これじゃあどっちが MHCP かわからないかも。え？私を癒すのも楽しいって？そっか、ありがとう。じゃあこれからも時々こうして癒してもらっちゃおっかな。そらしたでしょ。どうして目をそらしたの？白状しなさい。私にかかれば君の視線を追うなんて簡単なんだよ。プレイヤーのプレイ履歴から視線の先を追えちゃうからね。さっき見てたのは胸元のほくろ？ああ、はだけちゃってたから見えたんだね。そんなのが気になるの？そんなに見たいならじっくり見ても別にいいよ。ほれほれ、見てみなさいよ。そうして顔をあからめてるのも可愛いね。何度もこうしてるのに相変わらず純情というか純朴というか。でもそういうところが君のいいところかもしれないね。できればこれからもこういう風に一緒に寝て君のことをもっともっと知りたいな。私のほくろのことも知られちゃったし。